どうもかますです。今日はフリーキックの練習用のダミー人形壁を買ったので使ってみたいと思います。これはアマゾンで4体で2万5900円だったので、まあ、1体あたりだいたい6500円くらいかなと思います。これはタイトルにはまあフリーキック用と書いていたんですけど、海外のクラブでもこれに似たものを使って、まあ、それ以外の練習でも使っていたチームがあるので、まあ、いろんな場面で使えるんじゃないかなと思います。まだ届いたばかりで膨らませていないので、まあ、組み立てからやっていきたいと思います。普通に空気を入れる穴と、まあ、重りとして水を入れることができるので水を入れる穴がついています。膨らませてみると、まあ、こんな感じです。ここに水を入れて、まあ、重りというか重しをつけて、まあ、倒れにくくする水を入れるところがあるのでここに水を入れていきます。で今回買ったやつはここに取っ手があって、まあ、持ち運びやすくなっています。一通り立ててみると、まあ、こんな感じです。結構やっぱ水を入れないとああやって前に倒れてきちゃうので、まあ、結構多めに水を入れると左側の2つのように結構自立して立ってくれますね。だいたい高さ175センチくらいでこのもの自体は意外と軽くて、まあ、持ち運びしやすいんですけど水を多めに入れないといけないので、まあ、ここから動かすってなったらまたちょっと大変かなというふうに思います。一通り蹴ってみて、やっぱり一人だと作るのに4体で30分くらいかかってしまうので、まあ、そこはもったいないかなという感じはするんですけど、まあ、少年ゴールやフットサルゴールと違って、まあ、一つ一つが分かれているので、まあ、フリーキックだけじゃなく違う練習でも使えるのでいいかなというふうに思います。海外のクラブチームなどがこれに似たものを使って練習をしているので、まあ、今度はそういう練習もやってみたいかなというふうに思います。